雪のような口時計ということで、メルティキス撮っていきたいと思います。ワンチャンログインボーナスだけで撮れるんじゃねっていうね、まあそんなね、まあ、期待を持ちながらやっていきたいと思います。撮れるんでしょうか。まあ最悪ね、あとこの後も5回プレイできますので、まあそのうちに撮れたらなって思います。さあ、なるほど、そこに落下するんですね。ってことはもう一回やったら撮れるんじゃないでしょうか。さあ180、つまりそう、200円相当ですね、次踏んでまいります。ベルティクスだいたい100円ちょっとしますので、まあ2回、まあ2回で撮れたらあ、まあいいかなっていう感じですね。まあこれで撮れたらもう撮っています。さあ入れ、いやー渋いですね、渋いですね。さあ3回目の挑戦でございます。さあ入るんでしょうか、まあ、撮れそうかどうか分かるんで案外。いやーそこに落下されるとちょっと厳しいかなって感じですね。さあ4回目のプレイでございます。もうちょっと回線が悪くてなんか切り替えはうまくいってませんけど、まあ、一応プレイはできてるんで大丈夫そうですね。お、2個取りますかの、あ、2個取りしたらマジでかいよこれ本当に。もうほぼ確定ゲット。おっと、近づきました。あそこに当たってっていうパターンがありますので、これだいぶありえるんじゃないかなって思います。さあ5回の挑戦、これだいぶ出ないですね。これは案外取れるんじゃないか。さあ残り3回、これ合わせて3回です。取れるんでしょうか。まあ、ぜひ取りたいですね。お、なんかめっちゃ掴んでる。おお、なんかめっちゃ掴んでるなと思った。さあ手前来い、手前来い。あそこなんか、ね、変なとこ入り込んだ。さあ残り2回でございます。さあどうなるんでしょうか。てかそもそもボール取れますかね、ピンポン玉。大丈夫ですか。はい、しっかり取って。さあ今のところね、だいぶ奥の方でずっと来てるんで、これ入るんじゃないか、もしかしたら。まさかのここで手前という裏切る際ですね。でもここで見せてくるのがクッキーなんだろう、一番最後に取れる。まあこれがね、まあ、何やかんや結末としていいんじゃないかって感じですね。って言いながらもうね、1000円追加でございます。これを取るために1000円を追加っていう。さあラストチャンス、まあここで見せるのがマジクッキーなんですから、まあ、ここで取れたのにマジで皆さん高評価チャンネル登録です。マジでマジで、はい、ということでもう宣言しました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。マジでよろしくお願いします。本当に撮れちゃいました、マジか。じゃあ雪のような口溶けちょっと味わえると思います。クランプキャッチャーさんはたこ焼き台など初心者の皆さんが簡単に撮れる台がたくさんあります。ぜひ皆さんもプレイしてみてください。それじゃあまた。